お疲れ様です。今日は23日です。今日はね、ずっとレッスンなんですけども、空いてる時間にですね、のりさんの発表会のね、生徒さんのそれぞれ一人一人の動画をね、切り出していく作業を進めていきたいと思います。で、それに加えてジェフのね、メタルバンドの曲練も進めていこうかなと思っております。では行ってきます。行ってきますっていうか、動画の編集やっていきます。はい、それではね、ドラムの生徒さんの一個ずつ書き出しやっていきたいと思います。確かね、15人ぐらいいたので2カメ分でしょ、ってことは30個ぐらいで、それぞれ 1.5 ギガぐらいになると思うんですよ、データが。結構なデータ量なので、これね、全然関係ない話だけど、MacBook Air で編集を最近ずっとやってるんですよ。移動先でね、編集したりもするので、iMac じゃなくて MacBook でずっとやってて、で、パワーがね、弱いので、外付けのハードディスクからこう、読み込みながら、こう、編集をして、で、書き出しは本体の方に書き出しをしてるんですよ。で、一回ね、昔ね、書き出しも同じハードディスクにやったことがあるんだけど、そうするともう処理が追いつかなくてエラーになっちゃうの。だから書き出しは本体の方にしなきゃいけなくて、多分その量を本体の方に書き出したらまたパンパンに今度は本体がなっちゃうと思うんで、別のハードディスクをですね、繋いで経由する形でね、ちょっとやってみようかなと思います。まあもちろんこの作業は早送りになると思いますけど、やっていきます。リハーサルもしてるんだよな。リハの分も欲しいかな。少しでも叩いてるとこいっぱい見れた方が嬉しいよね、きっとね。リハーサルも出すか。まあせっかくあるしね、リハーサルも出そう。そうしよう。そうしよう。となると、いくつやるんだ。まだね、カットしきれてないというか、まだ全部書き出しの指示はできてませんが、まあ、大体終わったかな。もうちょっと、もうすぐね、生徒さんが来るので、その間、ちょっと書き出しをやらせておいて、終わってから続きをやってですね。今夜中にはもう YouTube に限定公開でアップして、で、そのリンクをのりさんの方にね、送って、あとは各自生徒さんにリンクをね、送って、みんな見れるようにしてもらおうと思います。じゃあとりあえずレッスンやっていきます。すごい雨です。なんだこれ、突然すごい、うわすごいな、すごい雨です。うわちょっとね、彼女がね、傘持ってきてないって言うから、傘を届けに駅まで行ってきます。これはすごい、はい、現在ね、50本中30本アップロード済みということになっております。はい、お疲れ様です。雨がすごかったです。無事ですね、動画の書き出しが終わりまして、今アップロードしています。限定公開でね、で、この後全部アップロードおよび処理が終わりましたら、プレイリストを作って、まあ一個一個のリンクをね、
あの曲名と、まあ、リハーサル本番、あとはカメラ1、2みたいな感じでね、リンクをそれぞれ作ってそれをのりさんの方に共有して終わろうと思います。大変だったよ結構大変でしたよこれ。まあでもこの手の作業はまあ動画の編集といっても普段作ってる Vlog とは違ってまああの部分部分カットしていくだけなので作業的にはね簡単だったんですけど、あとはもうアップロードを待つだけなんでね。でね、最近ですね、Netflix の新しいドラマにハマっておりまして、ストレンジャーシングスというね、この間まで、おすすめのやつというかハマってますよっていう話はね、ブラックリストっていうやつを紹介したことありましたけども、ブラックリストも結構もう見ていてシーズン5の半ばぐらいまで見てんのかな、多分今ある中でのなんだろう一番最新のあたりまでは見続けてきてます。はい、あの相変わらず面白いんですけども、若干飽きてきた感はありますね。まだエピソード残ってますけど、そこでね、サムがねおすすめしてくれたのがこのストレンジャーシングスというやつで、主人公はね少年4人組なんですよ。でちょっとこう異次元というかね、まあ、変なことが起こり始めてね、こうちっちゃな田舎の街なんですけども事件が起こり始めてね、ちょっとこう超能力的な、まあ、ちょっと自分が好きなこの SF 関係の雰囲気が、まあ、少しあるんですが、結構80年代の雰囲気がすごく出てるんですよ。それがまた見ていてねちょっと楽しい。街の雰囲気とかそのなんか色とかなんかわかんない雰囲気がねすごくこう 80s な感じ。あとね子供たちのその主役の子供たちの演技がまたすごく良くてハマってます。はい、まあまだあのシーズン2ぐらいまでしか見てないんだけども、なんかシーズン3ぐらいまであるって言ってたかな、とりあえず今のとこなんかすごい人気らしいですね最近。これが面白いです。はい、最近こればっかり見てます。というわけで、今日はですねこの辺で終わろうかと思います。この後、まあ、共有のノートを作ってノリさんにシェアしようと思いますけども、とりあえずねあとはアップロード待ちなので今日はこの辺で終わりたいと思います。お疲れ様でした。また明日。